名字の由来。自分的には死ぬほどシャレにならない怖い話。というのも、この話は自分の名字の由来に関する話です。田舎の方に行くと、 地域に同じ名字の家が密集してる集落なんてのは割とよくあるんじゃないかと思う。そんで、俺の住んでた地域も2、3種類の名字が大半を占めていました。申し遅れましたが、俺の名字は末吉です。おみくじの末吉と書いて末吉です。 九州の方に割と多い名字みたいですが、九州出身ではないです。ほんで、周りの家は同じ名字ばかりなのに、自分家だけ末吉。小さい頃は、郵便物が間違えて配送されたりせんで便利だなとか、割と最近になって引っ越してきたんかなぐらいにしか思っていなかった。 そして、中学生ぐらいの頃、苗字の由来に関するテレビ番組を見た。苗字に富士がつく人は藤原氏の家系だ、とか。全国の珍しい苗字とその由来なんかを紹介する番組だった。その番組を見て、自分の苗字の由来が気になった俺は、 じいちゃんに、うちの苗字に由来ってあるんと、何気なしに聞いてみました。するとじいちゃんは、なぜか少し困ったような顔をしました。そして、しばらく考えた後、お前にも関係のある話だから。 と、少しずつ話し始めてくれました。昔々。まだ農民が苗字を持っていなかった頃。住んでいるこの集落は山間部のため、農作物の育ちのあまり良くない地域だったが、自分たちが食べていく分ぐらいは何とかなっていたらしい。 しかし、ある年から凶作が続き、次第に飢餓で亡くなるものが出てくるようになった。そこで集落の人たちは、藁にもすがる思いで、祈祷師に豊作の祈願をしてもらうことにした。その祈祷師は、豊作を望むのであれば、 この集落で家で着手となる子が生まれたら、その子の首をはね、体を集落にある一番高い木のできるだけ高いところへくくりつけ、頭は根元の土を掘り埋めなさい。と人々に告げた。祈祷師は続けて、 一度、この生贄を始めると、その家系は、代々着死を生贄にしなければならない。もし途中でやめてしまうと、再び、ひどい凶作になるだろう。と、警告をした。そしてその後、間もなくして、着死が生まれたのが、 我が家のご先祖様夫婦というわけらしい。ご先祖様は当然我が子を生贄にすることに最初は渋っていた。しかし、翌年も共作が続くようなことがあれば、集落の多くの人が飢餓で亡くなるような状況であり、集落の人たちからの説得もあって、 しぶしぶ承諾したようです。そして翌年、集落では今までになく豊作に恵まれ、その後飢餓で亡くなるものもなかった。また、ご先祖様夫婦には新しい跡取りも生まれ、集落の人たちから感謝されながら暮らしたそうだ。 やがて、その夫婦の次男も結婚し、嫁が妊娠した頃、祈祷師が再びやってきて、集落の人たちに、忘れてはいないだろうな、代々続けなければならん、と伝えた。そして、そのご先祖様夫婦も、 集落の人たちに説得され、生まれてきた長男の首をはね、体を木に吊るし、頭を埋めた。その後、何代にもわたって、この生贄は続いたらしいが、こうか不幸か、家計は途絶えることはなかった。そして、 何代か後のご先祖様の頃、この生贄をやめようという人が現れた。集落の人々は何とか説得して続けさせようとしたが、このご先祖様は承諾しなかった。集落の人々も何代にもわたって犠牲になってきた家計に、 これ以上負担を負わせるのに引け目を感じたのか。このご先祖様の言う通り、生贄はやめることになった。しかし、祈頭師の警告も無視できなかった集落の人々は、生贄をやめるにあたって、別の祈頭師を呼び助言を求めた。 その祈祷師が言うには、この儀式のまじないは非常に強く、簡単には解くことはできない。解けたとしても、生贄のことを忘れることは、これまで生贄になってきた子供たちの怨念で、家計に不幸が起きる、とのことだった。その後、 祈祷師は一通りの祈祷を行い、生贄を釣っていた木は切り倒された。そしてその翌年、集落では凶作とはならなかったが、ご先祖様夫婦のもとに生まれた長男は死んだ。その後、何代かにわたって、うちの家系は本来、 着手となるべき長男は死産。もしくは若くして亡くなり、次男が家を継いできた。実は、じいちゃんも父も次男で、長男となるはずだった兄がいたが、どちらも幼少の頃亡くなっている。ちなみに、 俺は長男ですが、まだ生きています。が、いい歳して結婚もできず、弟はすでに結婚して子供もいることから、間違いはまだ続いているのか。小さい頃、ちょっと過保護気味に育てられたのは、このせいかもしれんと、今更になって思う。 それはそれとして、苗字の由来の話に戻ります。人々が苗字を名乗るようになった頃、ご先祖様は、生贄にえのことを忘れないようにと、苗字を末吉にしました。木の上に体を吊るして、末。木の下に頭を埋めて、 よし、これが我が家に伝わる名字の由来です「裏バイト」昔バイトでニートや 引きこもりの個人情報集めをやったことがある。集め方は簡単で、友達や知り合いに声をかけて、そういう奴の名前や学歴、住所、その他をまとめていくだけ。意外なくらいよく集まるんで、いい小遣い稼ぎになった。 値段は、ただブラブラしている無職は500円程度だけど、友達や身寄りの全くないやつとか、親も見放すようなガチの引きこもりは1000円から2000円で売れた。特に、高学歴だが、卒業後就職なしで引きこもりになった奴は高く売れた。 未だに何のためかよくわからんし、知るつもりもないんだが。最近、あの時売った引きこもりが何人か消えていたのを知って、後味が悪い。 先生用のトイレ。中学生の頃、友人が、やばい漏れそう。そこの先生用のトイレ行ってくる。と言って入ってしまった。先生用のトイレに生徒は入れないお約束だったので、チキンな自分は外で待っていることにした。 驚かそうと、柱の陰に隠れ、トイレの様子を伺っていた。しばらくして、友人は戻ってきた。わ<っ>なんてやったが、ノーリアクション。さらに、不機嫌。ああいういたずらやめてよ。 えトイレのドアをコンコン叩いたでしょう。声かけても返事ないし。チキンな自分は先生用トイレに入っていません。トイレには誰も入っていきませんでした。人が入ってなければドアは開いてんだから、 わざわざノックするなんて絶対あんたのいたずらでしょう。それにドアの隙間から見えたんだから黒い影。あんたのカーディガンの色みたいな。私ではないと訴えたのですが取り合ってもらえず自分一人ごとの不可解さにしばらくガクブルしていました。 でも、大人になった最近、あれは私だったのかもと思える。だってその時、私は本当は中に入って、コンコンといたずらしてみたかったのですから。 夏の蒸し暑い夜ガキの頃、夏の蒸し暑い夜の出来事。あまりに暑いので、家族の者のからアイスを買ってくるよう頼まれた。当時、街灯もまばらな田舎に住んでいた俺は、 八時過ぎくらいに家を出て、片道十分くらいの一本道を通って、町の雑貨屋に行った。アイスを人数分買って帰り道に差し掛かったとき、なんとも嫌な空気を感じた。大して気にもせず家に向かうと、突然背後から、 声をかけられた。二十代くらいの若い女性だった。暗がりでよく見えないが、髪が長く綺麗な感じだったのを覚えている。この道はどこへ続くのですかそんなことを聞かれたと思う。 俺は歩きながらその人と話した。別に怖くもなかったし、子供だったからか大した疑問も疑いもなかった。しばらくすると、当然家の前に着いたので、僕んちここなんで、と言って失礼した。 ただいまと家に帰ると家族がカンカンに怒っている今まで何してたんだもう十二時過ぎだぞ往復三十分もかからない道なのに暑い夏の夜なぜか アイスは溶けていなかった。もう三十年も前の出来事だ。近所の人たちが頻繁に食べ物を持ってくる。 何年も前、近所の人たちが、これ多く作りすぎちゃったから、とか、田舎からたくさん送ってきたから食べて、と、料理や食料品を頻繁にうちに持ってくるようになった。うちも器を返すときに、中にお菓子などをお返しに入れたりして持って行ったけど、 そんな、無理しなくていいのよ、と言われた。しまいには、今日うちの子、風で学校休んで、友達が給食のパンを届けに来てくれたから、給食のもので悪いけど食べて、と言ってきた家の人がいて、これは絶対おかしいと思い、母と二人で、 最近近所の人が食料品を持ってくることを言うと、オタク大変なんでしょうと心配そうな顔で言われた。聞くと、うちの近所の家、わかっているだけでも約20軒に、まるです。突然で大変恐縮ですが、 一家の大黒柱でありながら、先日、失業いたしました。我が家の経済事情により、明日食べるものも困っている状況です。どうか、娘と息子の食べる分だけでも、何か分けていただければ幸いです。恥を忍んで、お手紙させていただきました。 息子と娘には失業云々を知られたくないので、事情を察していただければと思います。という内容の手紙が和紙に筆で達筆な字で書かれて、各家の郵便ポストに入れられていたと知らされました。それも、各家一通一通内容が微妙に違って、 破産宣告を受けた、だの、生活に困って、車も売却する予定だ、だの、ありもしないことが書かれてありました。もちろん、うちの父が失業したとか、経済難という事実は一切ありません。近所の人捨てに、 解文書を集めて20枚ほどになり、警察に被害届も出しましたが、犯人も捕まっていないし、何が目的なのか、犯人の心当たりもありません。全国の県の市役所のトイレに、お金と一緒に筆文字の手紙が置かれていた事件をテレビで見たときは、このこととダブって、 すごい恐怖感を覚えました。近所の人の話では、長官を取ろうとしたら、朝、ポストに入っていたそうです。気持ち悪いし、すごく怖い出来事でした。